はい、おはようございます、今からですね、何やったっけ、こんなオープニングの仕方してたかな。はい、ということで今日はですね、本日はですね、今から買い物に行きたいなと思います。水沢ダウンというダウンジャケットを買いに夫婦で行きたいなと思います。はいはいはい、到着しました。ちょっと昼前なんで先にランチ行きます。もう真横に止めたんですよね。でランチはイタリアンに行きたいなと思います。はい、それではランチ食べてきました。今からはですね、いよいよここからが本番、水沢ダウンを買いに行きたいなと思います。でこれはもうストラクトの店舗の店長さんの原田さんに連絡してるので、多分準備してくれてるでしょう。では行きたいなと思います。デサント来たよ。あ、いらっしゃいませ。かさいね。ご無沙汰してます。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、原田さんに今日はちょっと特別に開けてもらって、今は土日が休みですもんね。いや、土日のみの、あ、土日のみ営業に、はい、なのでちょっと今日は無理やり開けてもらったんですけど、はい、ちょっとデサント見させてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。その前にちょっとカバンを貸します。はい、どうぞどうぞ。荷物置いてきた。じゃあもう早速着ていってもいいですかね。はい、これ2型あるんですね。はい、これがマウンテニア。そうですね、前3着がマウンテニア で後ろ3着がシャトルという、はい、基本的に使っている素材とかは同じなんですけども、まあよりこうハイエンド なるほど、ハイスペックモデルと、まあちょっとブランドの中では軽量モデルみたいな、そういった住み分けはありますね。なるほど、なるほど、はい、じゃあ早速こっちのハイスペックの方、はい、僕何本くらいですか？ L ぐらいですか？そうですね、一応その結構サイズのお問い合わせも非常に多いんですけど、はいはい、まあ、ジャスポというあのスポーツ用品の企画を、まあ、ブランドの推奨のサイズでは、はい、記載してまして。そうか、デサントやからってことですか？そうなんですよ。で大体、まあ、L サイズで、まあ身長でいうと172から178センチぐらいの方向けで、胸囲がまあ93から99というような感じなので、まあ、そのまま素直にいけばおそらく L サイズぐらいなのかなというふうな印象ですかね。いや、すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。時計外してやっていいかな。あー、なるほど、うん、確かにほんまジャストですね。いい感じですね。これで L、 一応サイズは他何があるんですか？ L と、ですね、はい、S、 一応うちのお店でお取り扱いさせていただいているのは SML なんですけど、メーカーは O、 さらに上のサイズも、もう1個はい、これでも結構細身ですよね。そうですね、割とすっきりとしたデザインで、まあ、そのあたりも気に入ってセレクトしてるんですけど、結構体が薄かったりとか筋肉質やったら O ぐらいまで上げた方がいいかもしれない。はい、そうですね。あとは、まあ先ほどもちょっとお話したところにつながるんですけど、はい、まあ、スポーツ用品、スポーツメーカーがまあ母体というか、はい、なので、まあ、企画もそういった作り で、うんうん、でまあ、運動性能とか、あとまあこ あのアイテムの機能をまあ最大限に生かすっていうところで、まあ、ジャストな、まあ、ご提案だったりするんですけど、ちょっと中もあのファッション楽しみたいなということであれば、ワンサイズ上げるのを店頭でもお勧めしたりは、インナーもちょっと楽しみたいなという方ですね。はいはいはい、まあ、本来、まあ、ダウンってそんなにこう中に着込むようなものではなかったりとか、なんかたまにネット記事とかだと、はい、なんか裸に着るのが一番あったかいみたいな、 なんかそういう、じゃあやったことないんでわからないんですけど、そういう意見もあったりするので、まあ、でも理論的にはそうですよね。そうですよね。 T シャツ1枚とかの方が体伝わるから熱が。そうなんですよね。結局その体温の、体温とか、うんうん、まあ、そういうものもこうキープしてという感じなので、なるほど、まあ中にあんまり着る方が逆に、うん、その熱をためにくくなったりするので、うん、伝わらないですもんね。そうなんですよね。なので、まあ、裸にはやばいけどな。ね、これじゃあすみません、 M 着てみてもいいですか？はい、M やったらやっぱだいぶちっちゃなるんですかね。あ、ほんまやな、めちゃくちゃジャストに着ようと思うんやったら M でもいいんですね。うん、なので結構お客様のお声として割とこう窮屈みたいな、
まあ、ネットとかでもよく見るんですけど、はいはいはい、であの水沢ダウンのサイズ感としてもともとそういうものっていう感じ、うん、オーバーに着るもんじゃないってことですね。なるほどなるほど。なんですけど、まあ、ファッション自由なので、うんまあ、一応メーカーはそれで作ってるけどってことですね。そこは皆さんでなんか料理してもらえたらなという感じではあります。例えばこういうちょっとワイドめなパンツで行くんやったら L の方が僕はいいかもしれないですね。あ、そうですよね。でとはいえなんかダウンってもっとこうモコモコっとしたようなデザインがまあ多いと思うんですけど、かなりスッキリとしたデザインなので、うんうんうん、まあ、L ってもなんかそんなにこうすごいかさばって、うんうん、なんていうんですかね、こうタイヤマンみたいなこともないかなと思うので先ほどのそのちょっと窮屈っていうお声もあるんですけど、はい、まあ、メイン素材ですね、この表地にはダーミザックスという、まあ、はいはい、トーレの生地なんですけど、うんうんうん、あの 4way のストレッチがあるので、はい、まあ、さっき、あ、すいません、さっき着てる時にご説明すればよかったんですけど。なるほど。あ、確かに伸びてる、はいはい、なのでその体入れた時の窮屈感ほどこう動いた時はそこまで動き妨げなかったりとか、確かに確かにですね。なら、これがマウンテニア、はい、こっちが何でしたっけ。シャトル、ね、シャトルね、はい、一回シャトルも着てみていいですかね、はい、でマウンテニアが10万ぐらいで、はい、シャトルがなんぼでシャトルがですね8万8000円ですね。ちょっと安いね。まあどっちにしてもマウンテニアが一番ハイスペックモデルなんですね。そうですね。あ、なんか確かに違うな、はい、でまあこれあのフードが、はい、マウンテニアって収納できてるじゃないですか、はい、なんか、はい、だからここ当たる感じするんですね、はい、シャトルは結構。そうですね、あの本当におっしゃる通りで、まあ、ちょっとずつこうあのディティールが、うんうんうん、あの変わります。あ、じゃあ素材とかはもう全部形が違うときは一緒なんですね。そうですね。とあと細かな仕様というところですかね。でこの二方ですと本当に先ほどおっしゃったような、まあ、フードのシステムがちょっと変わるという感じですね、はい、それ以外は特に形の違いってないんですか。そうですね、まあ、あとはもうデザインとっていうところですかね。 なので、まあ、シャトルはまあよりこう無駄のないですね、はいはいはい、なんかよりこう待ち向きではあるかなと。このシャトルは本当にこう前も前ポケットも先ほどとかだとこういう感じで割とこう目立つんですけど、こっちはもうこのパターンの中にここに、はい、ポケットがありますんで、あ、ほんでしかも止水ジップではなくて上からフラップみたいな感じで、ね、そうですね、そこに関してはそうですね。あ、どっちかというとこっちの方がアウトドアっぽい感じなんですね。そうですね、ドローコードとかも、まあ、その先ほど そのよりハイスペックなというところで、あとまあ大きな違いとしては、こちらですね、こういうパウダーガードとか呼ばれる、まあ、あのスキーウェアとか、あの下からの雪とか、あと冷気の侵入を防ぐような、そういう、まあ、開けた方が、はい、なんでクリーマットのところにあ、分からん。体化しちゃって。あ、そうなんや。マスク持ってくる。あ、いや、あのうちあるんで、あのこれでよかったら。あ、すいません。はい。うちのアシスタントです。さすが。敏腕アシスタント。いえいえいえ、全然です。なんかここもなんかそれだったら。これパッて今撮影ちゃやってもらって協力してもらってるけど、原田さん。カメラ回ってなかったらめちゃくちゃ砕けてるからちゃんとあの情報を伝えてくれてるから今はちゃんと真面目にやってくれてる。めちゃくちゃ砕けてる。いやいや、そんなことないですよ。もう、ま、真面目が水沢ダウンって歩いてるようなもんですから自分はあの面白い人なんです。いやいや、そんなことないです。そんな後ろの仕様とかもあんま変わらない、ね、そうですね、大きくは変わらないですね、まあ、こういう、まあ、一番特徴的なこの水沢ダウンの熱圧着で基本的に、はい、シームレスの、加工だったりですね。そうですね。なので、まあ、もともとこう水沢ダウンの、まあ、スタート自体がこうダウンの弱点をこう解消していくって、まあ、デザインってそういうものだと思うんですけど、問題解決だったりとか、まあ、あったかいけどやっぱりこう水に弱いとか、そういったと部分を、まあ、解消した、まあ、そこが発着点というか、なんかオリンピックのやつですもんね、元は。そうです、元々は、まあ、そっちかな、昨日オリンピック東京オリンピックの日本選手団の、まあ、あのウェアとして採用されてっていうところですね、うん、ほんのあとその値段の1万2000円の違い、はい、10万と8万8000円じゃないですか、はい、1万2000円の違いはドローコードやったりフードを収納できたり、そうですね、で、まあ、この辺ですよね。多分これってリュック背負った時も開けれますよ、はい、みたいな感じ、ね、うん、そうですね、まあ、それが必要だったら1万2000円上乗せしてもいいし、そうですね、必要な方もこっちでいいって感じですね、はい、まあ、本当にもう正直あとはもう見た目
の部分で、まあ決めていただいても正直いいのかなと、まあ、もちろんその使用シーンにもよるとは思うんですけど、単純になんかよりダウンらしい、うんうんうん、みんながイメージするようなダウンのデザインと、うんうん、もうちょっとこう街着に寄せた、うんうん、ちょっとこうスタイリッシュな、ね、そうなんですよ、結構まあ何でも合わせやすいやろ、はい、ちょっとこっちはあのアウトドアっぽい感じになる、ね、そうですよね、まあ、その良くも悪くもというか、うんうん、ですよね、僕サイズ的にはやっぱ L ですよね多分、そうですね、M じゃちょっとちっちゃいかなって感じです、そうですよね、身長とかから考えると、うん、まあ、前後でちょっと、まあ、後ろの方がちょっと長くなって、まあ、腰の部分とかちょっとこうかがんだ時とかにも、はい、なるほどなるほど、はい、めくれ上がらないように、あ、ほんまやな、はい、へー、確かにこれ正直ね、はい、原田さん目線でいいんですけど、はい、このシームレスって、はい、やっぱり圧着やから剥がれるとかってよく言うじゃないですか、はい、まあ、他のブランドとかでも、はい、別にデサントやからとかじゃなくて、はい、そんなんってやっぱあったりするもんなんですか、やっぱりその結構そういったトラブルというか、うん、みたいなのは結局その普段使用している分にはも全く問題ないんですけど、お手入れ時ですよね、そのクリーニング店によってちょっとこう差があって剥がれちゃったみたいなのは聞いたことは正直あって、あ、そうなんですね、でそのあたりもブランドとしてもいろいろとこう対策をされてまして、うんうんうん、昨年からですかね、実は一個一個に、まあ、保証書が実はつきました、はいはい、はい、こういったカタログが、はいはい、それが保証書になってるんですか、そうなんです、まあ、一つはまあこの、アイテムについてのとかスペックに、うんうん、であったりとか、あとお手入れ方法、メンテナンス方法とかを記載したまあ冊子と、あとは、こちらですね、あ、ほんまや、カードがある、まあ、保証期間が2年間のこういった、はい、保証書も実はついてたり、ほな、じゃあここに送り返したりとかしたら修理とかしてくれたり、そうですね、はい、ですね、すいません、本日お休みでして、あ、休みなんですか、そうですよ、申し訳ございませんという感じでからこういうこともありますね、はい、保証書もついてるのか、そうなんですよ、ちょっと洋服では珍しいですよ ね、こういったものは、これでも去年からついてるのやったら一昨年の人残念、そうですね、保証書ない、はい、あ、すいません、ありがとうございます、そか、この1万でもね、2000円、シャトルの8万8000円と、はい、マウンティニアの10万って、はい、人によったら、いやもうマウンティニアやろって言うやろうし、人によったら1万2000円出してこれいらんでっていう人もいてるでしょうね、うん、もちろん先ほどのパウダーガードとかそういった部分って多分街ではほとんど使うことがないと思うので、なんかね、このこういう系のやつ着てて僕いつも気になるのが、はい、フードがここに当たるのめっちゃ気になるんですよ、わかります、わかります、はい、だけどこれやっぱシャウ若干当たるじゃないですか、はい、でなんかこう、まあ、今とかいいんですけど、なんかこの髪の毛セットしてるのがこうペタンってなってくるんですよね、はい、だから僕個人的にはマウンテニアの方が着てる感じも違和感ないし、うんうんうん、これなんかここやっぱ当たっての気になるから、うん、多少やっぱり、うん、これ正直いつぐらいになったらなくなってます、11月ぐらい、全く同じことを聞かれたんですけどだいたい例年でいうと、うちももう本当に結構数年ずっと取り扱いさせてもらってるんですけど、傾向でいうとやっぱり10月ぐらいには結構もうサイズは欠けてるかなっていう、10月にはですね、10月後半ぐらいまでにはだいたいある程度もうサイズが残りこれだけとか、そういった状態になることが多いですかねというところで、生産されてるんですけども、すいません、はい、この動画で原田さんの化けの皮外そうと思ったけどできんかどういうイメージ持ってはるんですか僕の、いや、なんかちゃんとした接客もいいんですけどなんか原田さんらしい感じもいいなと思ってたんでちょっと1回目までしてみます、嘘ばっかり言いますよそうなんだ本当にあ、冷気が入りにくくなるようなそういう仕組みになってます、実は、すいません後出しでほんまや、はい、でもパチンと引っ張れば一瞬で緩むので、あ、すげえな、はい、あんま回したら壊れちゃうからやめとく、高さん170ジャストぐらいです、弱です、ないぐらいですかね、168ぐらいとかですかね、あ、人が来てるの見るのちゃうな、また
違います。はい、全然違います。ほんまですか。これが M ですね。はい。そうか、もう一個別にちっちゃくてもこれ。そうですね、かがんだ時、ああでもまあ後ろから見たらこれでも全然、ほんまやな、それジャストですね、はい、かなりすっきりと割っていて。そうですよね。中はどうなんですか。中もまあ本当にピタッとで、まあそうですね、でもやっぱりあんまりたくさんは着込めないですよね、正直。ほんでロンティーぐらいやったらいける。あ、全然。ロンティー、ありがとうございます。ほんでじゃあ僕はこれでお願いします。ありがとうございます、はい、ほんでちょっと後も見せてもらいましょうかね。はい。すいません、いろいろ出します。いえ、うん、これここの会社が作ってる靴やねん。あ、モクティーや。ですよね。全く一緒。あ、本当全く一緒だ。なんでうちももともとはシャトルしかやってなかったんですよ、昔。はいはいはい、なんですけど、なんかやっぱり結構リクエストが多くて、はいはいはい、お客様からの。なので数年前からちょっとマウンテニアも取り扱いをしだしたっていう感じですね。原田さんには前も横浜じゃなくて東京のイベントも誘ってもらったりしてたから、ありがたいなと思って。いえいえ、こちらこそですよ。自分の力お返しできへんかな。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。いや、ありがたいですよ。だって前の動画からも、はい、やっぱり拓造さんのファンの方がお越しくださったりとか。そうですね、なんかやっぱりね、春夏ってもう大体決まるじゃないですか、うん、まあ、カットソー、ショーツ、うん、ね、まあ、半袖シャツとかあるんですけど、やっぱり秋冬の方が楽しいのは楽しいですよね、うん、単純に。ただ単価も上がりますけど。あ、まあそうですよ ね、 ね、こうやって。確かに。なんですけど、だけどまあその分なんかこう、はい、楽しみは出ますよね、はい、今週末これ着ようとか。まあそうですよね、本当に結構こうバリエーションが増えるので、うん、そう。でもなんかさっきその正体暴いたろみたいな、何だったんですかね。本当に。どういうイメージなんですか、自分のイメージ。マジで原田さんってこう、はい、お茶目な感じのイメージ。そんなことないですよ、もう真面目で笑われてるし。ありがとうございます。いえ、ありがとうございました。すみません。よくしょ。雨降りそうやな。すみません。気をつけて。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まとなりに止めてるので、もうこれに乗って帰りたいなと思います。帰りは寿司でも食って帰るんか。でももう食べたからね。ほな、まあ帰る。ということで、無事こちらで3トン水サーダーを購入したという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ペコリ。